3名聞いてます。とあと二図堂。オッケー。さっきの番組何やってたんだ。例のいるホテルの部屋に当たると頭痛いなんです。なんかそんな感じ。そうなの。ハッチさん、ハッチさん。5秒前です。に、ひ、はい、始まりました今週の。こんにちはです。今日なんかまひろ喋りたいことがあるんだよね。そうなんです。何？今日と明日はね、うん、What a Wonderful World モンパチフェスなんです。はい、どん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 。そうなんですよね。あのチュラサンビーチで。あ、そうなんだ。そうそうそう、チュラサンビーチでやるんだっけ。今年はチュラサンビーチだね。そうなんですよ。そこで2日間やるんですね。うん。多分もう今会場とかしてて始まるのかな、わかんないんだけど。めちゃくちゃ豪華ですね。そう、めちゃくちゃ豪華。うん、自分はね、あ、2日間あって、で、うん、あの東京スカパラダイスオーケストラとか、うん、そうそう、歴史とかが結構聞きたくて、まあ行かないんだけどね。行かない、いそうなんです。行けないんです、あの、うん、マネーの関係で。マネーの関係。そうそう、マネーの関係で、うん、だからすごい、やっぱお金って大切だね。大切なんだよね。そうそれだからね、ツイッターとかでその情報だけ追ってるという状況なんだけど、もうめっちゃもう行きたくてたまらないという感じなんですよね。うん、ここで番組をしてるポートリバースのうん、さんも出るらしいです。そう、でも結構総動員するだろうね、沖縄のミュージさんはね。うん、そうですね。聞きたい。ちょっと音漏れを探しに行きますか。漏れまくってると思いますよ。やった、チュラサンビーチだから。すごい。車がね、止めれないかもしれない。ちょっとそこが問題なんだけども。じゃマネーがない人は音漏れ、はい、うん、ぜひ、はい、聞きに行ってください。ということで今日も元気にミキという会の仲間たち始めるよ。ちょっちょっちょ。続けばいつだって無条件人生だ。はい。なんだかいろいろ今日バタついてたからね。すごいすごいバタついてる、はい、そう、やっと始まった感ある。ここからここから、この曲からだね。そう、いつもこっちから始まるんだけど、ほんと OK OK ということで、うん、今日も始めていきたいと思います。はい、今日はね、ゲストさんも来てるということで、うん、楽しんでいきましょう。もうマスオさんはもうレギュラー。そうですね、もう順じゃなくなっていつつあります。ね、一応ね、あの、うん、マヒロが、いきなりそうそう、ミキにぶっちぎられた時に、いつでも入れるように。おー、スタンバイありがとうございます。ありがとうございます。やったやった。いつでも抜けて大丈夫なんですね。はい、いやいやいや違うよ。はい、あ、いや、そんなことはい。ということで番組紹介していきたいと思います。はい、お願いします。この番組はうちなーちゅ大学生のミキとマヒロとマスオさんがおすすめなものを紹介したりするラジオ的、YouTube 的なラジオ番組です。はい、皆さんのコメントとかもたくさんお待ちしております。うん、はい、メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。また FM ギノワンではユーストリームツイキャスで映像と音声をネット配信しております。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。あと、はい、新しい聞き方が増えまして、はい、サイマル放送始まりました。はい、無料のアプリを取って、はい、ぜひ聞いてみてください。はい、ということで今日はマヒロセレクトの曲をかけていきたいと思います。ね、先ほどもお話ししたんですが、まあ、モンパチフェスということなんで、モンゴル800の方が、ね、すごい、あの集めてフェスをやってるわけなので、うん、モンパチの曲を流したいと思います。おー、いいですね。まあ、この曲なら誰でも知っているでしょう。乗れるやつだね。乗れるやつかな、きっと乗れるやつ。絶対乗れる、乗れる。よし。でははい、モンゴル800であなたに。あー、いいですね。優しくされた時、自分の人生
忘れてた。たくさんお待ちしております。この曲結構短い、オッケー、あと1分ぐらい。今日お腹空いてるからな。どういうことどういうこと、お腹空いてるから何だい。なんかどうした、頭が調子が。そうか。つかちゃん、え、なんでつかささん、しながら仕事しながら聞いてます。昨日つかささんに会いましたよね、ミキ。あ、そうなの。昨日ハピナハを見に行きました。あ、そうなんだ。あの人昨日、あ、そうです、あの椅子に座ったぽっちゃりを超えた人。あの体重が3桁に行くか行かないかって。いや、もう行ってるはずよ。あれ、行ってないことないでしょ。本人に聞こえてるって。いや、分かってる。3桁いってるでしょ。もうちょっとで終わります。ご想像にお任せします。まあね、はい。よし。つかささんにいろいろ聞きたいことがたくさんあるんだけどね。ほい。聞いたらたまに帰ってくるかもしれない。うわ。その人にぜひおすすめしたいドリンクがあるんですよね。それすごい気になる。マックスコーヒーっていうコーヒーに練乳入れてるドリンクがあって、うん、めっちゃ甘いですよ。あ、なんか帰ってきて。あれは着ぐるみを着てるだけですよ、うん、笑い。あの着ぐるみ入れたら多分3桁になってる。あ、びっくりした。またいつものままやめてほしい。緊張する。マイク上げときます。はい、10秒前です。つかささん。ガールズトーク、はい。はい、ガールズトークっていうの忘れそうだった今。本当だよ、何言うのかなと思ったよマジで。はい、ということでこのコーナーはガールズトークと題しまして、いろんなことについて語り合うコーナーです。うん、ということで今日はですね、ちょっと違ってですね、ちょっと違ってゲストさんが来てるのでまず紹介をしていきたいと思います。そうしましょう。ちょっと違うね。ちょっとね。ちょっと違う。ちょっと違う、うん、じゃあ自己紹介お願いします。はい、青森の出身で今東京に住んでます五十嵐隆です。よろしくお願いします。はい、お願いします。五十嵐です。五十嵐さん、男前の名前だね。すごい、まあ、男前なんだけど、イケメンがいるって一言目で言ってしまった。お前だよね。イケメンがいるって。早っ。その後奇妙なやり取りをしてました。友達です、あ、知り合いですみたいな。そうそうそう、面白いやり取りをしてました。イガラシ、なんて呼ばれたいのかな。ミダチは、ミキは、ミキなんて呼んでるの。僕はミキ、うん、おいって、うん、おいみたいな。あ、でも名前読んで喋ったことないかも。確かにない。ない。あ、なるほど。そうそんなぐらいです。しかもまだちょっとしか会ってないんですよ。あ、そっか。そうそうそう。あ、どういうあれなんですか。まず慣れ初めがないとね。そうですよ。慣れ初めはあれですね、あのどれですか、就活の面接、集団面接の中にいた一人。すごいね、そこから仲良くなるって。そう、なんか山手線で帰る派か、うんうん、地下鉄で帰るか派の、メトロ派だか、あ、メトロ派の分かれた3、うん、6人いたんですけど、うん、その 3で分かれた、ちょうど分かれた3人の中にいた一人っていう、そう、そうそう、帰り道がね一緒だったんですよね。すごい、そこからそう沖縄に来ちゃった。来ちゃったんですよ。そうだね。すごい、今年しか案内できないよって言ったから。あ、そっか、ミキもうどっか行っちゃうから。そうそうそう、どっか行っちゃうんですよね。どっか行っちゃうから。そうか、そうそうそう、ようこそ沖縄へという感じですね。はい、いやー、すごい面白いですね。そう、なんかとっておきのね、うん、持ちネタがあるんですよ。え？面接の時にね、なんかやってて、え？すごい、その話さっき1ミリも出てこなかったけど、本当無茶ぶりで、僕も全く聞いてないですね。いや、でもなんかここはやっとかんと。あれやるの？電波に乗せます？何？大丈夫です。なんかすごいんで、じゃあ聞いてください。え、はい。ではお願いします。中国ドラマ水滸伝での、はい、中国人のモノマネ。ちょまー、もちろんもーもーもーだー、やっとるとはやんすー、ちょろだらやんすー、ほーだらー。
です。なんだろうこの感じは。一番いけない感じじゃないかな。ちょっとゲストさんは恥ずかしめただけっていう。これは公開処刑。すごい。いじるの楽しい。これを面接でやったのが素晴らしいね。すごい本当に。そう。いやでこれを今セリフだけでやったじゃないですか、はい、本番は立って動いたんですよ動きつくすごい素晴らしいめっちゃ動いてたよねそう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 でもその面接この五十嵐さんがそのやってる向かいの席の面接官の名前がパクさんだったんですよ韓国人だったそう今のちゃんと中国語喋ってたみたいなそう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 厳しい指摘すごい運がーと思って運がすごいいやー辛かったあれはそうそんな感じでもうなんか濃いイメージがあって、うん、友達になったって感じですね、うん、すごい出会いそういう感じだったでミキは何をやったのかな、うん、ミキはありましたねミキ何もやってない気がするいや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 何もやってない何もいや行きましょうもう何やってたんですかミキはいやいやいやはい何でしょうかいやここでできないやつですもんあできないやつじゃあ内容だけでも内容だけでも無茶ぶって逃げようとしている人だダメだ逃がさないぞ逃がさないぞいやいやいや本当にそう頑張りました、はい、やべえ絶対言わない気だなということで今日は五十嵐さんも加えてあ五十嵐さんでいいのあいいっすよ五十嵐で五十嵐でうんうんおよしじゃあ呼ぼうそれで五十嵐さんと一緒に、うん、よろしくお願いしますラジオ7時間やっていきたいと思いますはい、はい、ということでうん東京の今東京に住んでてもともと青森の人っていうことで、うん、ギャップなんか違いとかあるかなと思って今日はじゃあ沖縄とこの本土の違いについて喋っていきたいなと思います、うんうん、はい沖縄は初めてですか初めてなんですよおお初めてで FM コミュニティ出演何が起こるか分かりませんね人生、うん、そうだねそうなんですよねすごい本当にミキからはなんか何、うん、2週間前ぐらいからまあ聞いてたんですよそうそうそう、まあ、友達が来るとそういうなんか就活の時に会った方がと、うん、で自分はずっと女子だと思っていたら、うん男子だったしかもイケメンだったイケメンだったイケメンの方今日来るよって言ってたそうそうそういやもう僕もね全然ラジオに出るよみたいなことは聞いてたんですけど、うん、まさかここでモノマネをされる確かにだって言ったら面白くないじゃないですかだから絶対言わないとこうと思ってここに来て言おうみたいなそうすごいなミキ怖えな本当に今多分体温測ったら50度ぐらいダメだ死んじゃう死んじゃう殺してるなお前だぞすげえなということでなんか沖縄に来て変わったこととかありましたか、うん、なんか変だなみたいな変、うん、あーそうですねさっきも話だったんですけど、うん、あの名字が、うん、なんかすごい本州だとなかなか見ない、うんうんうん、ああ、見ない。そうそうそう、ガナハとか、うん、ガナハ強そうだよねなんか。そう、強そう。ガナハ強そう、ね、アハゴンとかもさっき、ね、アハゴンすごい。そう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 。確かに自分なんかからしたらすごい五十嵐って言うのがね、うんうん、もう一人もいません。いない。ね、いやでも五十嵐は本州でも珍しい名前だと思う。あ、そうなんですか。そうそう、ちょっと珍しいんですよね。うん、あの有名な名前ではあるけど伊集院みたいな。あー、うん、数はいないんです。インパクトがあるんだ。数は分かんないな。うん、でもあんまりクラスの中にいっぱいいるっていうイメージ、うん、あーいなさそう。そうですね、一学年、うん、僕の高校で一学年に一人いるかいないか、うん、じゃあ五十嵐が多い地区だったんだね、うん、青森って。あーそうですね、うん、なんか一番多いのが新潟で、2番目3番目に青森が多いとかっていう、うん、でも FM ギノワンにも変わった名字の方いますよ、スタッフで。へえ、木更木司さん、うん、昨日のぽっちゃりを超えた人あのコメントしてくれてる、あの人木更木司っていう、木更木さんっていうフルネームをちょっと披露して、すごいね、すごいですよね、芸名ではないっていう本当に芸名みたい、めっちゃなんかホストみたいな感じします。確かにですよね、かっこいい感じ、木更木すごいね、すごい、うん、あと青森だったら、はい、神、神様の神で、はい、神って思う、神強そう、やばい。あれスラムダンクに出てくるよ。そうっすね、でもスラムダンクって沖縄の北谷中学校をモデルにしたんじゃないんですか。それは知らない。あれは神奈川じゃないですか。沖縄って聞いたけど、場所は神奈川だけどね。
そうなんだ。モデルはわかんない、どこも言ってるかもしれないよ。あ確かにそうかもしれない。あ、キムタク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 、もうなんかキムタクやってたわからないな。何の話してんのかそう、キムタクも、うん、いろんなとこに家建ててるっていう噂が、いろんな地方でみんな言うから、どっちが本当なのかなみたいな、うん、そんな感じか。そんな感じじゃないか。そんな感じ。みんな言ってるってやつ、ね。みんな言ってるやつか。そうかもしれない。うちが発祥みたいな。元祖があったり、いろいろあるんじゃない。本家とか。めっちゃありますね。それ何なのって思う。そう。どこが何なのって。開店して3日ぐらいしか経ってないのに、うん、看板に元祖って書いてある。あるある。何なの。全くわかんない。そう、看板といえば沖縄は看板に書かないんですよね、ほとんど。え？そうなんですよ。直書きです。コンクリートに建物に書くんです。そう、あ、そうかもしれないです。そう、台風が来るからね。そう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 、そう、あ、飛ぶのか。飛ぶんですよ、うん、へえ、台風に気にしたことなかった。あと、お金もかからないんですよ、そっち。あ、そうですね。そこかもしれないね、うん、そこも大きいと思う、うんうん、あるあるが大事。そうだね、うん、そうですね。あと沖縄で気になったことか、うんうん、うん、みんなあのシャツ着てますね、これ。あ、そうそうそう、カリウシウェア、カリウシウェア、そうそうそう。あの、まず東京成田ですね、成田の空港から沖縄に行く飛行機の中でも、うん、もうそれ着てる人がいたんで、うん、すげえ、この人絶対帰省してんだろうなでも仕事から帰ってきたかもしれないし ね、 ね、そうだね。何着てるんですいつも。そしたら、いや、向こう寒いからね。もう寒い。え、でも夏とか想像がつかないっていうか。夏はまあ普通に T シャツとかワイシャツ的なやつとか。で、俺はシャツ1枚だと、あの電車の中入ると寒くって、うん、あーカーディガンは絶対持ってる。あ、カーディガン系男子だ。出た。どういうこと？先週に引き続きで。え、なんすか、なんすか。なんかカーディガン系男子っていう分類がミキの中にあるらしくて。そうなんです。なんか斎藤健みたいな。佐藤ね。あ、さ、佐藤。やばいな、もう。うん、そう。佐藤健ね。はいはい、なんかその撫で方で、うん、じゃあまあ普通のカーディガンならいいんですけど、うんうんうん、撫で方でめっちゃ、うんうん、カーディガンを着る人は。うん、なんか弱く見えるっていうか、あ、余計ドラーンみたいな、うん、そう、弱々しいなこいつ、うん、ちょっとツイキャスコメントいいですか、うん、はい、世の中の銀のホタルさんがゲストのイケメンデガラシさんって書いてある。デガラシじゃないんですよね。デガラシさん。でもこれデガラシって言ってくる人、はい、小学校の時にいましたね。小学校中学校で。小学校のホタルさんかな。あるあるらしいですよ。イガラシって名字って本当にいじりやすいんですよ。小ガラシって言ったり、デガラシって言ったり、あと江頭って言ったり。一番理想な呼ばれ方なんですか。その中でもみたいな。五十嵐のいじりの中で一番いいの。それか自分がもし五十嵐って友達がいたら絶対呼ぶっていうこの呼び方。まず同じ名字の人に名字でいじって呼ばなくてやり返される。そう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 。質問の内容が。あ、まあとりあえずあだ名はかぶんないように言いますね。あーはー。あの、うん、向こうの俺が向こうのことをイガちゃんって呼んだり、うん、あ、で向こうは俺のことをイックンとか呼んだり、うんうん、うーん、名前で呼ぶっていうことよりかやっぱり、うん、あれなんか名字をどうにかするというニックネームが。そうですね、まあ大体イガラシ同士だったら、うん、たかしって下の名前で、下の名前になるよね。そうですね、さすがに内地って下の名前で呼んでいいんですか。あ、全然いいと思うんですよね。なんか噂ではね、下の名前で読んだらぶりっ子みたいな、あ、そういうのが沖縄県民は恐れてるんです。以上ね、本当にね、恐れてる。普通なん、でも確かにあんまり初対面とかで下の名前で読んだりとかはないですね。すごく回数重ねてても、うん、あんまり下の名前で読んだりない。もし読まれたらなんか、うわこいつやばいやつだって思います。たかしさんとか急に言われたらってこと？え、でも自分たかしって呼ばれるの多分ダメだと思う。え、そうなんですか？同級生でもさんとか継承がつくとちょっと柔らかくなる気がする。へー、難しいな。ねえ、たかしとか言われるよりはたかしくんとか。
たかしさんって言われるのがいいのかな。まだこれがね微妙なところなんです。別に何て呼ばれても別にいいんですけど、うん、あのやっぱ周りだとちょっと気にする人とかがいて、うん、あ、嫌な意味で。そうですね。やばい、やっちゃった。就活の時の最終面接で料理を作るやつがあって、うん、グループが6人だったんですよ。なんて面白い就活をしてるの。ありました、あって、ゆみちゃんと、うん、なんかこうきと、うん、たかし、そうたかし、うん、いて、うん、みんな、はたかしチーズ取ってきてとか、うん、は一緒に、はい、あ、今ゆみちゃんが切ってるとか、うん、もうめっちゃ呼び捨てやっちゃった。ユーミーとか言ってさ、ユーミーが取ってきてよとか。ユーミーとかのあだ名の付け方は沖縄流だと思う。あ、線が入るの、ゴーヤーみたいな。あそっかそっか。ユミちゃんとか、うん、ユミとかだからない、ユーミーとかはあんまり聞かない、うん、ユーミーってじゃあ言ったらまだセーフみたいな。セーフかというかちょっとびっくりするんじゃん、今までなかったみたいな。ミキって呼ばないってことよ。ミキとか、ミキさんみたいな、あ、ミキちゃんとか、ミーキーっていうのあんまり内地ではあんまあだ名として使わない気がする。そうっすね、あんまり伸ばしたりしないっすね、うん、でもちゃんつけるじゃないですか。でもちゃんが似合わない子とかいるじゃないですか、うん、それ私もなんですけど私結構自分でちゃんが似合わないからなんかつけられた時に気まずいみたいな思ったりするっていう。わかるかも。性格上なんかちゃんが合わん。沖縄はさ呼び捨てが結構普通だから、うん、だと思うよ、うんうん、ああ。呼び捨てしますよね、うん、スロッパ初対面でもすぐ。沖縄はさ苗字が同じ人が多いわけ。でもそしたら本土もじゃないですか、うん、本土はそんなに寄せてない。とかえ、鈴木とか鈴木は多いけど、佐藤とか多いですけど、場所には寄って多いところもあるは、僕鈴木さんと会ったことなかったから。うん、あ、僕もあの東京来るまで会ったことないんですよ、うん、そうそう、だから割とばらつきあるわけ。あ、そうなんだ、うん、均等にいるわけじゃなくて鈴木さんがすごくいっぱいいるとこと少ないところがある。あ、そうそうですね。あ、都内、うん、関東とかだと、うん、あの呼び捨てはあんまりないですね、うん、本当仲良ければあの呼び捨てになるんですけど、うん、あの、うん、青森も結構呼び捨てで呼び合ったりするんですよ、うん、あの、まあ、下の名前で呼んだりもするし、うん、上の名字の方で〇〇斉藤とか言ったりとかするんですけど、うん、あの東京出てきたら結構男同士でくんづけとか、くんづけしてるの見て最初すっごい怖かったんですよね。あ、怖いですね、めっちゃ怖い。でも本当考えられないよね、沖縄ではね。考えられん。うわ、考え、ね、沖縄小学生からも下の名前で呼び合うからね、友達同士が。くんとかちゃんとか絶対あんまいないよね。そう、僕らの頃はもう兵庫なんですけど出身、あ、下の名前で呼んだら付き合ってるのって言われるからね。すごい仲良くしてるみたいな感じ、うん、でもなんか苗字で呼び合うってなんかもう遠くないですか。いや、その隣が遠いというか、そこがもうスタートだから、うちらからすると、そこから仲良くなってあだ名になってみたいな、なんかもうそういうなんか手順踏むのもういらなくないですか。いらないんだけどいらないんだけど違うんだよね。だってどうせ仲良くなる人にしか喋らないじゃないですか。うん、これから社会人する人の言葉かな。でも社会人の時はちゃんと苗字で見ますけど、うん、社長さんとか、うん、社長さん、社長さん難しいね。難しい。そうっすね。あ、まあでもあんま難しく考えなくて、あ、嫌な顔したらなと思ったらちょっと引いてとかやればいいと思う。うん、確かに。嫌な顔とかが見えなきゃないんですよ、自分。まあ露骨じゃなければ大丈夫じゃない。大丈夫です。うん、あ、野の中の銀のホタルさん。はい。五十嵐君、好きな飲み物は？っています。あ、いいですね。質問いいですね。聞きたい。いいですね。え、これそんなに。何ですか？え、何話す、何だろう。銀のホタルさんが知りたいそうですよ。うん、好きな飲み物。え、これって普通にアルコールとかでもいいんですか？あ、全然問題ないです。いいと思いますよ、何でも。そうな、真宙とちょっと似てるんです。伊賀梨さ ん、 お酒が好きってとこだけ。そう。あ、そうなんだ。何が好きなんですか、お酒ですと。さ、お酒ですと、やっぱ無難にビールなんですけど、うんうん、あの一番最近いいなって思ったのが、うん、インドの青鬼っていう缶ビールがあって、それは何、日本語名でインドの青鬼って書いてある。そう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 。これが、うん、あのちょっと苦い
ですけど、なんか癖になるんですよね。コンビニとかでも結構 あるんですよね。沖縄のコンビニまだ入ってないんじゃないかな。入ってないですね。見たことない。コンビニ店員の私が言うんで。でも沖縄のコンビニのビールのところ見るとすげえなーって思うんですよね。何が？いや、オリオンビールめっちゃある。あ、まあほぼオリオンビール。そう種類もいっぱいっていうね。本当に関東とかでオリオンビール探したら、1個、その一番シンプルなやつが、何本かある程度なんですけど、こっちのコンビニ行ったらめちゃくちゃあるぞ。そうなんだ。でも沖縄で飲むオリオンビールが一番美味しいって言いますよね。本土の人がよく言います。だから絶対帰る前に一杯かまして、かまして帰ください。ライカムに行くとね、いろんなオリオンビールが飲めるからね。ああ、そうですね。ビアホールで。そう。へえ、そうなんだ。いや、オリオンビールうまいなって昨日ガンガン飲んじゃって。そう、飲みやすい。そうなんだ、飲んだことないな。飲んだことないの？はい。ビール苦手なんで。私もです。すめません。ですね。まだまだ口が慣れない。案外飲んでなかった。あんなにコンビニにあるのに飲んでない。でもなんかあの青のカンカンと金色のカンカン何が違うんですか、あれ。多分第3のビールとか発泡酒とかの違いだと思うんですけど。あ、味が違うんです。パッケージが違うだけ。パッケージが違って、いや味は違う。あ、違います。味違うからパッケージが違うんだと思う。デザインの違い。期間限定のデザインなのかな。あ、期間限定もあるよ。エーサーの頃だとエーサーの絵があったり。なんか最近世界のうち何次大会のデザインのやつもあったらしくて、そうちょっと見たけど可愛かった。可愛い。可愛かった。飲めないけど。飲めない。飲めないけど見るっていうのが面白い。可愛いなと思って。そう。いろいろあるね。じゃあ好きなアルコールはビールということで。そうですね。今のところ。はい。あと日本酒も最近。日本酒。そう、うちの地元が米どころ。そうですよね、青森美味しいお酒いっぱいある。あのこの間実家の父が僕の住んでるところに遊びに来たんで、来る時に地酒を持ってきて。おお、嬉しいやつ。うわ、お父さん大好き。素敵な青年だ。いいね。言いましたね。日本酒自分で日本酒って飲んだことあるのかなって思う。瓶に入ってるやつが日本酒ですか？瓶はね、何でも入ってる。ビールも瓶に入ってる。青森を飲んだのか日本酒を飲んだのかがあまりわからないっていう。うん、それは僕にもわからない。確かに。ですよね、いつもなんかわかんないですよね。わかんないですよね。わからず頼んでいるのか、誰かに頼まれたのをわからず飲んでいるのかよくわかんない。テーブルの上にあるっていう。シークワーサーがある、シークワーサージュースがあるってことは日本酒じゃないってことですか？それもね、一概には言えないと。え、でもそれ沖縄で飲んだんでしょ？沖縄の居酒屋で。じゃあ違う、泡盛じゃないのかな。青森だったのかな。あ、色が似てるんで仕方ないですね。まあ透明だからね。そう。でも泡盛昨日飲んだんですけどうまかったですね。結構何でもいける感じなんですね。多分マッコリ以外は何でも飲めると。マッコリダメだったんだ。マッコリあれ、マッコリマッコリマッコリ、マッコリなんですか？マッコリ、え、マッコリってマッコリって。それはダメだったんですか？がなんか口に合わないなーって。飲んだことある？ある。あ、どんな味？飲んだことない。なんか、なんとも言えない味がした。そう、なんとも言えない、なんとも言えない味がする。へぇ、韓国に行った時に。あ、韓国で飲んだんだ。行ったね、そういえば。いちごのマッコリ飲みました。いちご、はぁ、いちごでした。いちごあるんだ。いきなり飛ばしたね。結構自分、私たちのゼミ、酒飲みが多いんで。いろいろじゃあ試したのですな。桃マッコリは聞いたことあるんですけどね。桃マッコリ、なんか名前的には美味しそうだけど。美味しそう。探して飲んでみます。飲んだことない。ないね。ということで、はいはい、そろ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 曲に入りたいと。いいですか？いいですよ。ちょうど30分なので。いい感じですよ。じゃあ今日は五十嵐さんが来てるということで、はい、ガラシって呼ばれてたんだったっけ？あ、うん、そうそうとかとか。だからなんかそれに似てる曲をかけていきたいと思います。すごい斬新。
あ、本当ですか。じゃあ書きましょう。うん、かけてかけて。スキマスイッチでガナラ。ガラナじゃない。ガナラ？ガナラ。全然間違ってるとことかあったけど、うんうん、絶対に分からんからもうやろうと思って。あ、どうだった反応は。多分意味分かってなかった。え、でも少なくとも俺のやつより良かったと思う。いやいやいや全然分かんなかった。え、他のじゃあ一緒に面接してた人は何やってたの。何もやってない。何もやってない。おう、もうじゃあすごい。おい、すごい。でも最初一回やれやってって言われて、うん、え、本当ですかってちょっと断ったわけ。あ、気まずいと思って、うん、そしたら中国人のモノマネするからじゃあミキもやれて勇気をもらった。なんて斬新な会社なの。いや、まず俺が趣味とか特技のところに、うん、俺モノマネって書いちゃった。それがやばいです。すげえ。そこは勇気あったね。いや、まさかやらされると思ったんだろう。本当に自分面接官だ、超気になる。モノマネって書いてきたよ。本当にそうそうそう、少し目立たせるため狙った狙ったらやらされちゃったっていう。でもね、当たった。すごいな。そうそう、同じこと書いててもね、目に留まらんからね。そうです、インパクト大事ですよね。いや、あの時は荒れてたな。名前まで分かってたわけ。社員証か。そうそう、社員証みたいなさ。名札がパックさんって書いてあったけど。五十嵐君は五十嵐純子さんの親戚ですか？純子。あ、なんかそういう人いたな。その。皆さん、五十嵐少ないからいそうだね。朝方リスナーのおっさんです。あ、マスオさん、若い美男美女に囲まれて若返りますね。この後2時には仕事に出かけるので、ひげ剃りしながら聞いてます。ありがとうございます。ありがとうございます。ミントロさんも。昨日不思議に思ったんですけど、昨日あれ首里城行って、ひげがすごいじゃないですか、うん、今、うん、男の人ってひげ剃らなかったらあんなになるんだろうかっていう討論をしてたって、うん、どう思います。なります。なります。あんなになると思うよ。アイスクリームみたいな。アイスクリームみたいになるかは、サンタさんになるかわかんないけど、あれにはなると思う。やっぱそうなんだ。なんかインスタで、なんか2年ぐらい外国に行ってたっていう同級生の人の、うん、で、なんかひげを全然剃ってないみたいな写真があって、もうすごかった、やっぱり。本当にふわっふわってなってた。髪の毛もしかも長くて。すごかった、本当に。あ、そんな伸びるんだなって思ったよ。やっぱ伸びれんだ。伸びます。伸びると思うよ。すごい。でもなんでさ、髪の毛とひげのなんか
あの遺伝っていうかなんかこの気質で、あれなのか違うのか。えたら眉毛とかまつげとかそういうの。やっぱなんでかな、口に物がはゴミが入らないようにみたいな生態が。なんかあるんだろうね。すごい。急にマニアックで すごく答えづらい疑問が。疑問がある。これは確か鼻になんかバイ菌とかそういう菌とかが入っていかないようにとか。そんな。ライブバージョンだったのかこれ。あと五十嵐純子って中村雅俊の奥さんだ。あ、中村歌歌ってる人。俳優さんで、あ、ラグビーの、映画だったかに出てた人。わかんないな。なんとなく、なんとなく。マヒロプレイザフルお願いします。プレイザフルなのこれ。一応バカなことだ。あ、そう。え、文化祭でしょ。楽しく喋ろうって。分かったじゃあ言うね。楽しく喋ろう。なんかじゃあ自分がいいなって思うコールお願いします。やばいでしょ。ヒゲをアイスクリームみたいって、あ、なんな、何なく危なく危なく肌を切るとこやった。ヒゲ剃ってたのかな。10秒前です。もう一回あげます、はい、じゃあ最初エコーかけます。うん、5、4、3、楽しく喋ろうぜー。はい、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 急になんかね、よくわからんこと言われたから、コーナー名が急についたね。そう、そう、絶対これプレイザフルのコーナーじゃないと思ったので、いや、ちゃうだろって言ったら、楽しく喋ろうみたいな、まひろの言いたい感じでみたいなこと言うから。そう、投げやりっすね。そう、いつもこうなんです、毎週。そうだね。そうなんですよ。はい、はい、ということで、トーク2ですね。今日トーク2だね、ガールズトーク2みたいな。そうそう、うんうん、そんな感じ。そんな感じの2は文化祭やら、はい、なんだ学園祭やらのシーズンですよということで、その話です。今日のテーマ、うん、あ、文化祭やら文化祭学園祭です。はい、はい、今日のテーマそれです。よし、やっていこう、やっていこう、やっていこう。何からやっていこう。そうだ ね、ざっくりしすぎてる。まずじゃあ、ありますよね、なんかこの時期学園祭やらが今沖大祭、沖国祭、沖大、沖大ですね、うん、今日なんか、うん、そうなんです。車乗りながら沖大祭かなんかの自己委員の子が喋ってたから、あ、そうなん、うん、そうなんですよ。で、まあ自分たち通って沖国はまあさ、27来週ぐらい、26、27なんですけど、うん、てか沖縄もこの時期に文化祭とかやるんですね。そうなんです、一応。そうですね。一応そうなんです。一緒、時期はじゃあ一緒なんですかね。そうですね、うん、僕の大学がそれこそ今やってますね、うん、まさに今日明日やってるんですよ。行かなくていいんですか。いや、僕4年生なんで、サークルも引退しちゃってるんで、あ、やる人、行く必要ないんですよ。なるなる、まあ、自分は今年あるんですけど、まあゼミでなんだけどね、うん、そうそう、うん、4年生なのにゼミであるわけ。そうなんです。仲良しだね。そうそう、仲良し、そうですかね、うん、わかんないけど。え、仲良しじゃなくて、逆に1、2年は何もしてなくって、あ、3、4年でゼミでやろうってなって、あ、うん、あ、やろうやろうみたいな。あ、そうなんですよ、うん、何やるんですか。つなぎ焼き鳥を寝るらしいです。美味しいやつだ。そうなんです。じゃあ砂肝をちゃんと焼いてください。砂肝はね、きっとないと思います。買いに行きたかったのに。ね、砂肝美味しいもんね。美味しい、やばい。でも多分ないです。うん、か、そういう文化祭で砂肝はなかなかね。あー、食べたいね。でも去年の文化祭で牡蠣、牡蠣売ってたよね。おー、すごい、売ってた。そう、でも多分生ではない。生はね、下手すると出せないと思うよ、うん、食中毒出したら一発アウトだから。焼き牡蠣なの。でも去年、うん、あれがやってた銀タコ の、うん、アルバイト生が、うん、たこ焼き作って出してたよ。おー、すごい本格的な感じってことね。本物の美味しそうで、うん、あれは焼いてるからいいのかな。大丈夫、焼、うん、火を通してたらいいのかな、うん、たこ焼きとかはきっとね、いいと思うんだけど。いつも文化祭とか学園祭何食べます？うん、いきなり食べ物の話。食べ物に行こうかなと。いろんなもの売ってるよね、でもね、うん、なんだろう、まあ大体何言ってんのかな。
友達がサークルとかで物を売ってたりするんで、うんうん、その友達が売ってるものを買う、うん、あ確かに友達のところに行きがちみたいな、うん、確かにそうだよね。それはそうか。そうなんですよ。やっぱ祭りといえば焼き鳥って感じだから自分焼き鳥とか、ね、焼き鳥食べたいね、うん、焼き鳥食べたい。あ食べたい。いいね焼き鳥、うん、祭り感ありますよね、うん、そうですね。味見もできるしね、いろんな味見。友達とこれ買って作ってる、うんうん、そう作ってるのもる、まあ、食べられる、うん、知り合いがいれば なるほどね。そうそうそう、あちょっとあれみたいな。そう、ね、そう。他にも何屋台以外だと、うん、なんだろうね、ゲームゲーム何します。私絶対お化け屋敷行きます。あ絶対行きません。私は絶対行きます。それも全部走っこうします。あ何箇所かやってるのも。そう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 、何箇所もやってるの。やってますやってるのかな。しかも、ね、しかもこの時期にやってる。さすが沖縄。そう、あ、ま、うちの大学もやってたんですよね、去年とか、うん、今年やってるか分かんないけど、うん、2箇所3箇所ぐらいある。そんなにやってるんですね、うんうん、お化けね、結構ねクオリティが高いらしくて、そう、大盛況らしくてですね、すごいらしい。すごい、けど私はビビらない。それはお化け屋敷がいがない。脅かしがいもないな。でも楽しいですよね。驚かないけど楽しいの。あ、なんかここんな手つけてすごいみたいな。うわ楽しくねー。そっちそっちなんですよ自分。嫌な客だな。本当だよ。すごいみたいな。は、追いかけてきてるよとか友達に言う。そら追いかけるわ。それは追いかけるわ、本当そうだ。そうそうそう、すごいな。そっか、お化け屋敷ね、うん、私は行かないけどね。行かない、うん、行かない。でもあれも良くないですか。オカマバーとか。あ、あるよねそういうの。オカマバー、沖国になんか比嘉ゼミみたいな、まあ、有名なおじいちゃんの先生のゼミがあって、うん、そこのとこはいつもなんかこの絶対に学園祭でオカマバーをやるっていうのがあったんですよ。何それは。先生のもの、先生がそうさせようとしてるの。わかんない、伝統なんですよ。比嘉ゼミ、ゼミ、ゼミの。でもイラン伝統先輩作っていったな。でもなんか去年先生がもう引退しちゃったんで、亡くなっちゃったって。あ、そうなの。そうそうそう。じゃあ今年はなし。なしで。知らなかった、そういうあれだったんだね、うん、そう。でもそこもめっちゃね人気だった、ね、人気だった、本当にすごい人気だった。オカマバー、ちゃんと毛も剃って。オカマ、オカマじゃない大学生もオカマバー。そう、オカマバー楽しい。女装バーだね。女装バー、女装バーです。確かにそう、うん、結構みんなノリノリなんですよね、うん、すごい、まあね、めっちゃ高いって。あ、はっちゃけちゃうからね。本当にすごい。俺毛剃ったんだぜとか言いながら、嫌なんだけどとか言いながらめっちゃ満面の楽しそう。な、すごいね。そうそう、それも行ったことなかったんですけどね、それも、まあ、うーん、そっか。あと今なんだろう、ね、メールが来てまして。ああ、はい、ありがとうございます。あ、文化祭楽しそう、大学行ったことないから興味津々。ナンシーさん、ナンシーさん、ありがとうございます。そっか、そう。でも高校とかなかったんですか ね、うん、まあ、あるよね、美味しい、うんうん、でもやっぱ大学と高校ではまた違うからね、まあ、規模が全然ね、うん、確かに大学の方がすごい屋台とかもいっぱいあるし、うんうん、ね、やっぱなんだろう、ゲストアーティストとか、ね、あ、そうなので、うん、スペシャルステージがあったりしますね。スペシャルステージ、うん、ありますね。そう、今年の帰国祭には、うん、あの平井大さんというアーティストが、平井大さんすごい、ね、私はもう申し訳ないんだけどあんまり分かんなかったんだけど、すごい方らしいです。そう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 、そう、平井大はすごいですよ。何がすごいか分かんないんだけど、うん、詳しくは言えないけど、うん、すごいぞ。そんなに、そう、なんか来るらしくて、なんかさっきもね、うん、どういう人が来たら嬉しいかみたいな話。あ、そう、どうですか、どうですかね。ミキはね、うん、ノンスタイルが来てほしい。自分もノンスタイルが来てほしい、芸人だったら、ね、めっちゃ好き、ノンスタイルのねネタがめっちゃ好き、見たい。それいいかも、いいかも、いいかも。僕の大学ノンスタイル今年来るんですよ。おー、すごい。そうそうそう、今じゃ来てるの。今来てるってことじゃ。明日来るんですよ。欲しい欲しい。明日の僕の大学に、嘘でしょ、やばい、何人か芸人さんと一緒にノンスタイルが来て、漫才をするみたいな。まさかの、なんか今年すごいいい人呼んできたらしいみたいなんです。
まさかのね、知らなかった、はい、だから前売り券とかもすぐなくなっちゃって、やっぱそうなることになるんですね、うん、有名な方が来たら、うん、いいな、へえ、すごい、呼びたいのよ、呼びたい、卒業だったもん、そう、ミキさん高校の時に、あれなんです、来なかったんですけど、うん、おじゃマップが来そうだったんです、そうなの、そうなんです、何になんかこの投稿したんですよ私が、おーで、すごい、そしてこのもうこのプロデューサーさんとやり取りまでして電話で、すごい、じゃあ来ます、うん、親には話さないで校長先生にも先生にも話さないで、うん、自分たちからもうギリギリになった時に校長先生だけに喋りますみたいになって、うん、でも結局台風で、あーそっちだ、そっちか、そしたらもうタレントさんのスケジュールが合わないんで、うん、じゃあ今回はもうすいませんなって、すごーい、そうザキヤマが来る時だったのに、好きなのに、ミキすごい、高3の時っていう、一番最後の、うわーってんの、めっちゃショックだね、じゃあ本当に台風が来なければ実行されてたっていうことだよね、そう、うん、来てたという、うわー悔しいな、悔しい、いやもったいない、そうそうそう、それギノワン高校なんかウォーターボーイズやってるんですよ、うん、そう、その時ちょうど私の友達も一人だけ女子でスポーツクラスに入ってて、うん、ウォーターボーイズ&ガールズでやってて、うん、それが見物だから来てみたいな感じで行ったんです、うん、それ文化祭の時に、そう、なんだ、来るようになってた、うん、そう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 、でその文化祭は結局延期してスケジュールが合わないからお茶になったってこと、そうです、あもったいないね、もったいない、すごい、でもそう、すごいミキすごいね、でもウォーターボーイズめっちゃ見ました、うん、あめっちゃ見ました、めっちゃ見ました、うん、いいですね、みんなすごいよね、うん、夏休みからやってるからみんななんかもうめっちゃ体ムキムキだっけ、すごい、でも見たことあるけど盛り上がってますよね、そう、でもなんかあれちょっとだけ仕組みがあって、うん、仕組み、なんかこのウォーターボーイズしてる、うん、スポカの人が好きな人を海の中に落とすんですよ、海っていうかプールの中に、で落とされた人おめでとうみたいな、そういうやり取りがあります、なんで仕組みっていうからなんかなと思ったら、だからそれを見ながら来年のじゃあ宜野湾高校の文化祭ぜひ宣伝めっちゃ怒られることないのいや怒られないです、みんなもう一応声かけてるのかな、え、でもなんか大なんか、まあそれは声かけとかないと前にはいないとは思うんだけど、そうですそうです、何も声かけてなくて落とされた日には逆めっちゃキレられたらね。そうっすね。そう。そうだね。他にさっき話してた中でね、あの、うん、ガラシさんが、うん、TM レボリューションが来たら面白いんじゃないかっていう話をしてて、うん、本当、うん、そう思うっていう。本当そう思う。だってなんか来そうじゃないですか。来そう来そう。あのいろんな話をちゃんと丁寧に話したら。うん、あ、俺行くよってなんか来てくれそうな、来てくれそう、優しそうだもんね、で単純に会いたいし、うん、で、あのぜひ来てもらって、うん、あの実行委員の人にあのいかにして風を生むかって会議、多分ね協力扇風機持ってくるよ持参しちゃう、なるほど、あまさかのそっちだったんだって、それすごい見たい、面白いと思っちゃう、面白そう、ね、本当にTM レボリューションてかあれ衣装がすごいなと思って、うん、あそう、あれ絶対吐くとき、あれ、あ、ここの穴に入った、間違ったみたいななりそうじゃないですか。だってあれ、テープみたいなやつ、うん、そうそうそう、紐、紐じゃなくて、なんだろう、布、布、なんだろう、あれね、そうそう、何の素材なんですのかね、あれ、なんだろう、気になる、ツイキャスコメントの方で、議員の蛍さんが、はい、先見きやっぱり昔からぶっ飛んでいたのですね、いやいや、なかなかぶっ飛んでないです、いや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 、ガラシさんもいやいやいやって言って、いやいやいやって結構自分真面目なんで、うーん、いや真面目な人がぶっ飛んでないっていう保証はない、ぶっ飛んだ真面目が一番危険だからね、やばいやばいやばい突き抜けた真面目が一番危険だからねすごい、でも変わってるなって言ったら自分嬉しい派なんです、うん、そう言ってたね、そう、うん、人と違う方がいい、うん、うん、大丈夫、埋もれたくないんだ、うん、全然埋もれてないよすげー出てるよ、バーンってやった大丈夫、よし、じゃあメールがたくさん来てるので読んでもいい、すごい、ありがとうございます、じゃあこちらから、はい、ミキさん、マヒロさん、マスオさん、ゲスト様、ハイサイ、ハイサイ、先日沖縄ではおはようございますは、うん、
浮き味装置と言うと習いました、うん、おやすみなさいは何と言いますか。富山県は最高気温が14度だよ、寒いよ、沖縄に行きたい、うん、ナンシーより。あ、ナンシーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。え、浮き味装置、おはようだったっけ。何、うん、おやすみって。おやすみわかんないな。え、わかんないね。おやすみってなんで、調べよう。早速すぐ調べ、しかも調べるっていう。わかんない。おやすみってなんだろうね。おやすみ、え、自分たちの絵、ぐんないって言ってた。ぐんない。おやすみ、うん、おやすみか。沖縄、沖縄の方言。おやすみ、でもね、浮き染み装置もあんま使わないんだよな、うん、ですよね、うん、うん、使わないな。浮き染装置、浮き染装置か、浮き染装置、うん、難しい。富山県なんだ。出てこず、やばいですね、方言離れが。津軽、青森だったら寝るときは、はい、あの母親に、うん、あの休みへって言われるんですよ。休みへ、寝たらみたいな感じ。そう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 、うん、へえ、休みへなんですね。あの、そう、青森の人って語尾にへってつけたりするんですよ、うん、へえ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 、行きへ、やりへとか、うん、へえ、そう、面白い、すごい。もう絶対自分なんかがわからんだろうっていう方言とかあります？あ、自分たちは解読します、なんか。ああ、いいっすよ。沖縄県民なんかありますか？兵庫県民が兵庫県民は割と関西弁ってもうみんな知られてるからね。ああ、まあ、うんうん、そっちの方に近いイメージありますね、うんうんうん、何かあります？ケヤグっていう言葉があるんですけど。わからん。ケヤグ、ケヤグ、ケヤグ、契約。あ、そう、それから来てるんですよ。お、契約、約束。うん、あ、ちょっと遠くなっちゃったんですよ、うん、契約、約束ではないんですよ。約束ではなくて、え、なんだ、契約、契約、計画。いや、だから契約って。何ですか正解は、はい、仲間とか友達。あ、ちぎりを交わすみたいなね。そう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 、契約、すごいね。全然わかんねえな。本当にわかんなかった。わかんないね。津軽弁の方、僕、あ、そうなんですよ、うん、僕津軽なんです。津軽弁ってあれ担当の時にあれじゃない、有名になったやつじゃない、フランス語っぽいっていう。 あの CM の、そうそう、あ、担当だったかな、うん、なんか、うん、はい、うん、確か森三中、森三中と中リーサと多分、うん、そうそうそう、うん、まあその CM で、うん、あの他の県の人が何を言ってるのかがわからないっていう。フランス語風に聞こえるけど実は津軽弁みたいな。あれ最近ありますね。最近もある。あります、うん。話だけは聞いたことあるけど。へえ。そうそうそう。そっか。でも全然今喋ってる感じでは方言は出ない。さすがに ね、東京4年目だったね。いや、4年か。そっか。で、やっぱ最初はじゃあもう全然出てました。すごかったですよ。あの大学入って、あの道に迷ったんですよ、大学内で。あの、そしてそこの生徒さんに、はい、どこどこ教室どこですかっていう風に聞いてみたら、うん、まあ、丁寧に教えてくれて、うん、で、連れてってくれたんですよ、はい、で最後に、まあ、僕がありがとうございますって言ったら、あのどこの国から来たんですかって国から、国から、まさか。そう、なんか日本語が片言に聞こえたってこと。なんか、まあ、あの関東 の、 あの発音じゃないっていう風に思われて、うん、で、うん、留学生っていう風に勘違いされちゃった。あ、留学生。はあ、辛かったですね。国どこって聞かれて。まさかの国を聞かれるとは。ここ嘘ついて、うん、あの気まずいですもんね。ちょっとギリシャとか言ってあげた方がいいのかな。後々苦しくなりますよ。やばい、話が合わないとなって。いつの間にかあと1分になってしまう。あ、本当だ。おやすみなさいはちょっとあん出てこなかった。あんまり使われてないのかもしれない、おやすみ、うん、なんか人事とか、ね、な寝なさいみたいな感じのはあったけど、うん、おやすみ自体は。そう、さっき車でも喋ってたんですけど、なんとかしましょうねはやっぱり違うらしいですね、うん、あ、なんしましょうね、うん、あ、じゃあ帰りましょうねってやつね、帰りましょう、あの、うん、じゃあそろそろ帰りましょう、帰るって感じ聞こえちゃいます、ね、うん、そこら辺やばいっすね。軽っ定義だな、もう、ね、あと30秒しかないから、ね、30秒。ナンシーさんがたくさんメールが来たんですけど、津軽弁最強とか、あとなんか
イケメンとか、おあとウォーターボーイズ生で見たら感動しそう、おとたくさんのメッセージ来てました。ありがとうございます。ということで今日お届けしたのはミキとマヒロとイガラシドマスオでした。ということでバイ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 。しょわわわわやばい、今日めっちゃ沖縄のシャタンと、うん、そこね、綺麗だなと思った。あと、チラウミ、銀のホタルさん、ありがとうございます。みっちゃおじさんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。僕この後番組で聞いてください。お疲れ様です。あ、はい、すみません。